はい、えー、おはようございます先祖です5月18日朝会よろしくお願いしますで、えーっとまあ、昨日なんですがリスクオンの動きが割と加速したということで、えー、ドル高株高の動きになりました、まあ、一番大きな原因は、まあ、バイデン大統領が債務上限の引き上げ問題が解決すると確信している合意が成立すると確信しているという 会見あとマッカーシー下院議長、まあ、この方は共和党なんですがこちらも21日にまでに合意可能だっていうことを言いましたね。 でえー、とバイデンさんが話をするっていうので、みんな期待してたんですが、まあ、ちょっと当初、え、それだけみたいな感じだったんですけど、まあ、バイデンさんがこう帰ってくるまでに、えー、G7 から帰ってくる間に、えーと、実務者協議やっておいて、21日までに何とかする可能性が出てきたみたいな、まあ、そこら辺がドル高、株高のサポートになったというところですね。 でまずは最初、昨日アメリカの住宅着工が出て、まあ、これ、137万1千から140万1千ということで、予想140万だったんですけど、まあ、これが2.2%増加、で、えー、住宅建設許可件数の方は百は、143.7万から141.6万に、えー、これは予想を下回ってしまったということなんですが、ただ、これ、集合住宅と一戸建て、どっちも合わさった数字なんですが、 It. 1戸建ての方は、えー、許可件数のパーが3.1%増加の85万5千戸ということで、3か月連続増加で、昨年9月以来の7か月ぶりの高水準なんですよね。で、アメリカはやっぱり1戸建て重要なんで、まあ、ここら辺はいい数字なんじゃないかっていう評価が出たようです。あとは30年もの、この原因として、30年もの固定金利が7.08%から6.35%に。 低下まあ11月です、ね、これのピークからからなり落ちてきてきる、まあ、この30年債金利っていうのは、えー、とアメリカの30年債に連動するんで、30年債見ていただけるとこんな感じで、やっぱり、えー、と昨年11月の4.4%から3.8%ぐらいまで低下してるんで、まあ、大体3%弱ぐらい上乗せがあるんで、まあ、そこの金利が低下してきたことっていうのは、住宅ローン金に反映して、まあ、そこら辺が、 住宅,のを,サポート住宅のをサポートしているというそんな感じですね。あとは昨日は2年歳は4.07から4.1610年歳も3.54から3.57%に上昇ということで、まあ、これはリスクオンの動きでしたねという感じですよね。でえー 3指数揃って、えーまあ、上昇という感じですね、昨日の動きなんですが、ダ、ま、ウ、あ、が1.24%、ナスダックが1.28%、えー、SP が1.19%ということで、まあ、これ見ていただいて、総じて、えー、とこの高い、まあ、テスラなんて4.41%、あと、キン株が昨日は結構リードしたんですよね。 で地金がわりと良かったということでこれなんかはあのーそのえー、ウエスタン・アライアンス・バンク・コープが10 13%高ということで、えー、ここら辺2週間ぐらいの下げ幅を回復ということで、えー、3月の末から5月12日までのに,、えーにえー、と預金量が20億ドル以上増えたということで、まあ、これだけ増えたっていうことが、あのー、交換されたわけですよね。 でえっとまあ、株価なんですが、えっとまあ、ウエスタン・アライアンスなんか、こんな感じになってますね、昨日はあはギャップアップということで。 まあ一時10ドル近くまで行ってたのが昨日38.41ドルということであの銀行株指数なんかも、ね、上昇したということで、まあ、ここら辺のやっぱり地銀の問題の解,、まあ、解決っていうかそれがちょっといい方向に行ったというところも昨日株価をサポートした材料になったのかなという感じですね v クス指数の方も16.87%ということで前日から1.12%まで低下ということで、まあ、ここのところ VIX2 強いですよねあの株価が多少落ちても全然下があの上がんないということなんでマーケット強気だなということでフィアグリードインデックスも、えー、前日の55から61%にあ61に上昇したというところなんで、まあ、ここら辺が非常にあの強い動きだったと思います。 あとは、えー、そうですね、あのー、昨のの日経新聞なんかを見ると、まあ、そうですね、ここら辺ですよね、米、国、台湾、韓国の半導体大手7社トップらが岸田首相と面会ということで、その7社っていうのは TSMC とかインテルとかマイクロン、テクノロジー、サムスンっていうところですよね。でまあ、これらの、あのー、日本拠点に えっと、政府の補助金を入れて、えー、日本拠点を新たに作ったりそこを拡張したりして、まあ、そこに日本のメーカーとかが、ね、半導体製造装置を入れたり日本人の雇用を増やして日本も再度半導体で世界と戦っていけるようにしようみたいなのがちょっと政府の,あの方針であるんで、えーまあ、日本独自のこのメーカーがないというのはこう寂しいんですけどまだまだ日本も半導体をちょっと 頑張れる下地っていうのをここで作っていってね、まあ、熊本なんか相当景気いいみたいですよね TSMC が来て人手が足りないみたいな感じがあるんで、まあ、そこら辺でを受けて、えー、半導体株も好調なんで、まあ、ここら辺の、えー、とは注目材料になったかなと思いますあとはブルンバーグですねブルンバーグ、まあ、債務上限の問題があってここら辺が、えー、となんとかなるでしょうみたいな昨日の動きでしたよねあとは 81歳、クレディ・スイスのこれ、無価値になっちゃいましたけど、CDS、要は、えー、と保険料支払う,うことにはならないっていうことを言ったわけですよね。その支払い対象じゃないよっていうところになりました。えっ、ー、と、あとは、うん、まあ、ヘッジファンドがかなり強気になってますというところと、 ウクライナの国産の穀物の輸出を認める合意が2ヶ月間延長されたというところです。あとはまあ預金量の増加を交換してチ、チキン株が上がりましたっていう話になってますよね。はいえー、とそんな感じになってます。あとじゃあ具体的に えと見ていきたいなんですが、ドル円、こ138円というのが11月12月以降の高値近辺ですよね、まあ、ここ重要ですよね、ここ抜けられるのかどうか、抜けると節目の140円、まあ、そこを抜けると142円というところが戻り高値になってくるわけなんですが、果たしてここを抜けられるかどうか、まあ、非常に重要なところではありますよね。でまあ、今日の、えー、と日足で見るとじゅじゅあのひ デイリーピポットで見ると下が137円の23上が138円の17ということでピポットレジスタンスでサポートの位置が136円の76ということで昨日、まあ、ずっと高かったですよね136円台がサポートされて、まあ、5円台抜けて5円がサポートされて6円がサポートされて今7円が今日はサポートできるかどうかというところだと思います、まあ、上は,は138円重要ということでじゃあなんでこんなに ドルが強いのっていうことで確かにドルは強いんですよね。でドルインデックスなんかもここの下落を反発してますよ103あたりが一旦102103にこう入ったかもしれませんよっていう話で昨日103を一時超える局面があったんですけどまだ、えっと、ちょっとそこは超えられないですよね。一つ ここで注目される通貨として、人民元が注目されています。えっとまあ、ドル円がリードしてるんじゃなくて、実は人民元がリードしてるのかなみたいなところもあるんですけど、人民元が節目の7元を超えてきてるんですよね。で、まあ、人民元もこんな感じなんで、一時やっぱりドル高になった局面では7.4元ぐらいまでいって、 中国人民銀行を必死に介入してたわけなんですよね、まあ、その後ドル高が是正されることによって6.7元近くまで行ったんですがまた再び7元ぐらいまで来て、えー、中国人民銀行の介入ゾーン、まあ、介入ゾーンかどうか分かんないんですけどちょっと危険水域に来てるなというところがありますまあこれもちろんドル全体が上昇してるっていうところもあるんですが中国の経済がここのところ、まあ、経済指標なんかが出ても まあそこら辺弱いいじゃないで,すかでまあそういうのを嫌気して人民元売りっていうのが出てるわけですよね。でまあそこら辺が実はまあドル高の要素の中で、まあ、ドルっていうと大体ユーロが下がるドル高であればユーロが下がるとかあのドル円が上がるとかっていうだけじゃなくてやっぱり人民元のねちょっと存在感が結構増してきてますのでまあそこら辺で。 実はドル高の中で人民元がリードする人民元におけるドル高人民元安がリードしてる部分もあるんじゃないかっていうのが、まあ、ちょっと今日の,、まあのワンポイントじゃないですけど、えー、お話ですよね。まあ、これ見ていただけると分かるようにやっぱり7元近辺って非常に重要ですよね。まあ、じあの中国も輸出主導型経済なんで えと必ずしもすごい通過高を望むっていうわけではないんですけどやっぱり、まあ、中国海外からの投資が細ってますので、えー、スパイラルなあの人民元安になって資金がこう流出っていうのもそれはそれで嫌なわけなんで、まあ、ここのちょっと明らかにチャート的にも7元あたりっていうのが重要なレベルなんでまだ完全にね7元をこうしっかり えー、大きく超えてくっていうまだレベルはではないんですけどこれはオフショアの人民元ですよね、えー、CNH というやつ,やつなんですけど、まあ、ここの動きっていうのはちょっと注意しておいた方がいいかもしれませんね人民元の場合このオフショアで行われる CNH と CNY っていうのがあって、えー、どういうものかっていうと CNY っていうのは中国国内だけで、えー、取引される、まあ、上海に CFETS、えー、っ,って言って中国がいため のこうセンターがあって、まあ、そこで取引される通貨なんですねですからどちらかというと中国の移行、えー、があの人民銀行が、えー、中国の人民元をこうしたいっていうのの移行がこう通用しやすいんですけど CNH というのは決済香港でやりますので、えー、極論すれば香港の、えー、中国バンコブチャイナに口座を持ってれば 世界中どこでも人民元の取引ができるんで決済が香港で行われるんですよねですから、えっとまあ、もちろん CNY、えっと、中国人民銀行ひいては中国の,その為替政策の影響を受けるわけなんですけど、まあ、国内だけで行われる CNY よりははるかにあの大きくこう動きやすいんで、まあ、人民元 高になるときも、人民元安になるときも、割と CNH の方がえっとリードするというところなんで、まあ、この CNH の動きを見とく必要があるのかなと、まあ、そんな感じでございます。はいえー、まあ今日のところはそうですね、えっと、日本の貿易統計とか出ますよね、あとは、えーえー、中国じゃなくてあのオーストラリアの雇用統計。 で、アメリカは、この前フィラデルフィア、レンギン、フィリーですよね。これ重要ですよね。あと、新規失業保険申請件数。まあ、ここら辺、あと、中古住宅販売ですよね。アメリカ、あの、中古住宅が主流になってますので、この中古住宅販売が、えー、リードするのかどうか。まあ、そこら辺を、えー、ちょっと、見ていきたいかなというふうに思います。はい。えー、ということで、えっ、ー、と、まあ、あのー、 来週27日、サンワード貿易さんというところでセミナーやりますんで、まあ、そこの概要を貼っておきますので、もし27日土曜日お時間あればというところですね。あとはまあ4月からサロン始めてね、いろいろ結構コンテンツう1か月半で100本ぐらい出してますんで、まあうん、そういう意味ではあの結構それなりにあのコンテンツの量は。あの あると思いま,すまあ初月無料なんで、えっと、ちょっとお試しでやってみてちょっと、えーまあ、合わないなとか思ったらやめていただいて全然結構なんで、えーまあ、ちょっと試していただければなというふうに思います、えっと、概要欄にどちらも貼っときますので参考にしていただければなと思いますはいということで、えー、今日はここら辺で終わりたいと思います